僕たちの冒険はこれで終わりだ。10年ですか。いろいろなことがありましたね。僕は君たちと冒険ができてよかった。50年ぶりだね。君は昔の姿のままだ。立ち尽くした。私はみんなのこと何もわからない。なら知ってもらえるように頑張るとするかな。危険の寿命は短いって分かっていたのに、あんなにもっと知ろうと思わなかったんだろう。綺麗だな。50年後もっと綺麗に見える場所知ってるから案内するよ。そうだ、みんなで見よう。綺麗だ。ありがとう、フリーレン。弟子を取りませんか。ベルも頼みましたよ。俺の弟子なんだ。私はもっと人間を知ろうと思う。あなたが私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。フリーレン様はなぜ魔法を集めているのですか。私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。それだけだよ。みんなとの冒険だって私の人生の100分の1にも満たない。でもその100分の1がお前を変えたんだ。お前はいつか大きな過ちを犯し、人を知りたいと考えるよ。君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。蒼月草、僕の故郷の花でね。とても美しいんだ。いつか君に見せてあげたい。人は死んだら野に帰る。天国に行くんですよ。必死に生きてきた人の行き着く先が野であっていいはずがありません。そうだね。たまには信じてみるか。フリーレン、フリーレン、フリーレン、俺を探してヒンメルと話すんだ。それじゃあ行こうか。